はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はファーストガンダムステージ5ソロモン攻略戦ですね。こちらをやっていきたいと思います。だいたい地上での、お話は終わったので、戦いは空に移っていくことになるので、もう久々のファーストガンダムですね。やっていきたいと思います。一応編成はね、もうあの宇宙用には、してあるので、まあ、出撃の際に軽く解説をしてやっていこうかなと。じゃあスタート。宇宙世紀00079、12月2日、この日南米の連邦軍本部ジャブローより多数の宇宙艦艇が打ち上げられた。その目的は星1号作戦。オデッサ、ジャブローと地上での勝利を重ね、ジオンの地上勢力を壊滅させた連邦軍が制中権を回復すべくついに動き出したのである。激戦をくぐり抜けてきたホワイトベース隊こと第13独立部隊もまた作戦の先達として宇宙へと上がるのだった。この打ち上げを機に連邦軍はグラナダとア・バオア空を結ぶジオン軍の絶対防衛ライン、宇宙要塞ソロモンへ進攻を開始。この連邦軍の動きを察知したソロモン司令ドズル・ザビ中将は兄ギレン・ザビに対し援軍を要請していた。兄貴、連邦はソロモンに速攻をかけてくる可能性が高い。一刻も早く防衛の策を。案ずるなドズル。キシリア、ニュータイプを投入する手立てはついているのだろう。無論です。グラナダからの増援も可能な限り出しましょう。グラナダじゃない、アバオア空だよ。アバオア空の戦力を今すぐ振り向けてくれれば間に合う。振り向けるよ。出撃準備をさせている。それよりもだ、ビグザムを送っておいたはずだ。ビグザム一気で 2,3 個師団の戦力になる。戦いは数だよ兄貴。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てをしているよ。父のデギンが頑固すぎるので手間取ったが、策は講じた。増援も出しているのだ。あとは命令書通り作戦を遂行すればいいのだよドズル。キシリアもな。はい、兄上も。ドズル、支えてくれればジオンは勝つよ。ふん、ソロモンに落ちろというのか。彼らの意見はすれ違い、それぞれの思惑の違いから生じたザビ家内部の溝は確実に深まっていた。そして宇宙世紀00079、12月24日、連邦軍による星1号作戦の第一段階、チェンバロ作戦の幕が開ける。ルーム戦役の敗北から長きにわたる沈黙を破り、連邦軍の反撃が今ソロモンから始まるのだった。ソロモン攻略戦。宇宙要塞ソロモン、ジオン公国、宇宙攻撃軍。ここは確実にビグザムが出てくるからな。ホワイトベース欲しいよね。やっぱりホワイトベース、ホワイトベースにするか。サラブレッドはよくよく考えれば多分宇宙用だから、
汎用戦艦を1個用意して、あとは地上用1機と宇宙用1機、これを1機ずつ用意するか。ビグザム1機とドム10機だったらどっちがいいかね。ビグザム1機でもいい気がするんだけどね。サイド4暗礁中域、地球連邦軍第3連合艦隊。ワッケインとか懐かしいな。どういう状況だったっけ。スレッガー注意はいるでしょう。まあまだビグザムと戦ってないからね。コアブースターでしょ。サイド1中域、地球連邦軍ティアム艦隊。ソーラシステムがあるね。焦点肉戦場のモビルスーツは退避。警備部隊のモビルスーツは防炎フィルターを用意。目標ソロモン右翼スペースゲート。ミラー焦点合わせ、照射します。このさ、ソーラーシステムって本当どういう原理になってんの。いや、コロニーレーザーとかはまだわかるよ。コロニー1個レーザーにするんだから。ソーラーシステムって所詮なんか光でしょ。第7師団って誰。あ、キシリアか。まあめちゃくちゃ悪いからね、戦局は。
ミネバラオザビ。ミサイルのおまけ付きか。何これ。あれか、岩かミサイルかわからないみたいな。何これは、目標エリア付きか。結構遠いよね。いや、めっちゃフラグでしょう。死なないでくださいって。前半戦で突入して後半戦でビグザムって感じかな。いや、もうこのままか。戦闘が始まるか。残事悪く。目標エリア8ターン以内。これ別に誰でもいいので、とりあえず戦艦は動かして、衛星ミサイル的なのを破壊しておこう。今回ここのチームで新しく入ったやつは量産型ガンキャノンと、サイコムシステムの高機動支援区か、まあ、一応宇宙用にしてますと。ハロビット1万当たるかな。当たるね。1万1000か。めっちゃ爆発すんな。1万5000か。これはちょっとガンダムの力も借りよう。ビームライフル突破口を開く。やれるはずだ。1万1000当たるから、まあ大丈夫だな。衛星ミサイル意外に強いね。そうか、あとはこの中に
どんだけのモビルスーツが積まれてるか。これさ、ガトルとか言っていらなすぎるんだけど。フグアランは入ってないか。ってことは経験値になってもらおう。ザンジバル進んで、でここの舞台はね、宇宙船なんでビグロをね積みました。ビグロで、あと一応試作の0号機も作って、ギャンは何気に宇宙出れるんで大丈夫。ジムガードカスタムと、まあ、こんな感じっすね。じゃあちょっとエネルギー消耗するけど、アプサラスには暴れてもらおうか。でも1万2000か。じゃあビグをちょっと出す。でっか。あれ、こっちか。マジでかすぎんなこの2人。しかもさ、この衛星ミサイルってさ、もしかこのマップ兵器的な扱いかな。マップ兵器だ、爆発6000。うわー、それなりの射程があるね。ってことはまずドム出して、でここから離れよう。でメガ粒子砲でこいつを潰すと。あとはここはどうすっかな。パーフェクトガンダムショルダー、パーフェクトシューティングって何。テンションが必要なのか。必殺技チックのやつかな。やっぱりガンダムもな、いくらファーストガンダムとはいえ自分の戦力を相当強化してないとここの戦いは厳しいよね。基本的にだって衛星ミサイルさ、自分の軍隊で破壊しないといけないじゃん。ホワイトベースやっぱいいな、欲しいな。ただゲットゲージを貯めるのはめんどくせえかんな。しかも衛星ミサイル動くのか。どうすんだっけ。7単位内か。でもまあ最悪誰かがたどり着ければいいんでしょう。ちょっとハローどうすっかな。パーフェクトガンダムはここに置いて、ショルダーキャノンで、ビット使って、戦艦がやっぱな動きが遅い。空中じゃなくて宇宙 B だから。で、ビグロでかすぎるから下げよう。アプサラスもでかすぎるんだよな。リックドムだな。で、アプサラス移動の方向がすげえな。短期でなんとかしてもらうか。うわー、すげえ格好の的だよなこっから見ると。まあいいや、突き進もう。大体ガトルとか言ってさ、何なの。ボールに毛の生えたようなもんだよねガトルとか言って。帰りたいっちゃ帰りたいな。帰ろう。下がり方がすげえよな。で、ガンダムは結構前線に出しても大丈夫なはずだから、でビットで攻撃と。
一旦ちょっと帰るか。でちょっとガンダムを中心にやっぱり編隊を組んでいこう。でホワイトベースの進路は妨げないようにして、ちょっと下げちゃってもいいかな。全然先進めねえな。暗礁空域になるとやっぱり移動力が下がるからね。誰も動かないね。そうするとちょっとリックドームは一回下げよう。アプサラスに下げちゃっていいかな。エネルギーが、うわー、ここを突破するまではやっぱり時間がかかるな。でガンダムはガンダムで攻撃をして、キャリーベースダメだ、移動力が少なすぎる。でハロ出して下、さすがにここまで来てハローは失いたくないからな。1万2000。どうする。あと6ターンでしょ。ってことはあとん、チャレンジがあと6ターン。あー、チャレンジがあと6ターンか。別にターン制限はないんだ。ってことは余裕だな。まだまだ余裕がある。帰れん。もう一回戦艦をちょっと動かすか。よし、とりあえずこのターンはこれで終了しよう。来るね。いや、いいね、さすがアムロ。コアブースター、おいおいおい。俺だってやらなきゃなんない時は分かってるつもりよ。サンジバだ、ちょっとこっちに動いちゃおう。もう艦砲射撃でガトル外れたか。まあしょうがない。ビグロ、クローワーム、何が一番強いんだ。メガ粒子砲か、なんだかんだで弱っ。で、エクセルだからね、2枠使うんだよね。 52% か、こいつね、弱いんだよね。変な小娘みたいなの。多分強くなってくるとそれなりに使えるんだけど、ここの舞台まだね、レベルがみんな1だからね。いや、うちもね、辛いんだよ、戦力不足で。じゃあ帰ろう。このドームをどうするかだな。機動力がやっぱ少ないな、キャリーペース。宇宙用の戦艦作るかな。それなりの戦艦を作りたいからね。しかもよし、あとはアハローが縦横無尽駆け巡る。で下の方にどうしようかな。こっちの舞台出すか。ガンダム4号機誰か減ってたよね。アムロが減らしたはず。下のやつかな、こいつだな。メガビームランチャーいいね。メガビームランチャーがねやっぱ強い。で量産型のガンキャノンか。マシンガンにするか、キャノン砲にするか。こっちだな。オーケーオーケー、いいね。
こっから攻撃できるね。よし、ドームの部隊を撃破。さて帰るか。え、ここから帰れる。おお、結構機動力あるね。で、前の部隊はまたアプサラスを投入するか。このうにょうにょうにょうっていうのが何とも言えない。で、ターン数にね余裕があるから、まあ、なるべくギリギリになってからチャレンジは達成しよう。焦ってやりすぎると結構きつくなるからね、後が。アプサラスならまあ大丈夫でしょう。ここに置いといても、まあ、スーパークリティカルはなくなっちゃうかもしれないけど、試作0号機、長距離ビームライフじゃあどうにもならんか。ギャン、ギャンはね意外に宇宙適性の方が高かったんですよね。てかこのギャン何なのマジでっていう。ガードカスタム出すか。ガードカスタムはやっぱり攻撃面ではねあんまり期待できないけど、ビームコーティングをね持ってるんですよ。まあその名の通りガード用だと思うんで。じゃあ帰ろう。で、これ一回帰還させるか。戦艦のさ、ゲットゲージとかってめちゃくちゃ大変そうだよね、ためんの。じゃあこんなもんでいいでしょう。まあハロバブルでいいか。マジックパワーを使わなければ使わない方がいいからな。よっしゃ、15レベル。超強気。ハロドリルパンチとか一回も使ったことねえな。めっちゃエネルギー使うからね、多分2回打てないんですよ。それくらいエネルギー使うっていう。ハロビットリか。ギャー、俺のテンションが。一旦落ち着こう。ちょっとテンション上がりすぎてたからね。試作ゼロ攻撃を一旦戻すか。こいつらは出してくるから、ここのドーム3機これは破壊しておこう。だいぶ攻め込まれてるね。ジオンも大変だな。てかこれ基本的にもうマスターユニットだけでなんとかなるな。さて、でもこっからは先にどんどん進んでいけるでしょう。なんかあれ、あのドムなんだっけ、うちのドムか。置いてけぼりにされるとこだった。一応ホワイトベースも前面に出そう。で、こいつは対空機銃で倒そう。全然レベル上がらんな。うむ、まあこんなもんでいいでしょう。来るね来るね。
あと3ターンどうする？もうやっちゃうか。次のターンでいくか。ザンジバルをちょっと進めてから。で、かつこの無才のドップを回収できる位置に行きたいから、ビグロ出すか。で、これさ、ほんとでけえの2人いると邪魔だな。まあいいや、こんな感じにしとくか。で、ホワイトベース、このグアランには何も入ってないんだよね。2万9000か。さすがに一発で2万9000は減らせられないから、一発ピンポイントにぶち込んでいくつ当たるか。2万。次ターン押そう。艦砲射撃で、どうすかな。ガンキャノンをねちょっと上げたいんだよね。あ、やっぱこっちだ。サイコミだ。サイコミシステムのなんちゃらみたいなのを上げておきたい。オールレンジ攻撃5100、あんまり強くはない。これとこれと、いや4号機の方がやっぱり使えるな。よし、 OK。 次でちょっと、てかセーブしてねえな。あんまりね調子に乗りすぎるとね、うわーもうここまで戻れねえよーっていうところまで行くからね。無罪、無罪はどうなの。あ、ガトル出てきた。まあ、このガトルもパクるんで戦艦買わないといけないからね。この無罪は攻撃してもいいでしょう。6024、ホワイトベースを狙ってくるか。あれ、これは何か。グアランね。よし、じゃあまずスキルで経験値2倍。グアランは結構経験値持ってると思うんだよね。638からの、一応ピンポイント当てとこう。キャラクターレベルがアップしたか。一気に2400まで上がったね。まあ、2000は持ってないけど2000近くはあったってことか。このミサイルもな、とりあえずもうここに入ってかつ寝返り撃ち砲でピンポイントアタックを仕掛けよう。3万4000とか。めっちゃ強いな。ゴートローガン意外に使えるんだよね。こいつマスターユニットとしての素質がめっちゃある。ありありゃジムがこれ出てきたね。ビグザム、あのジム全員やられるよ。このビグザムがそこらのモビルスーツと違うところを見せてやる。こんなもんさ、どうやって量産するんだよ。結構戦力残してるね。圧倒的じゃないか。
あれもう飛び出すの、もしや。ああ飛び出していった。てかさ、ホワイトベースに入ってるしねこいつら。悲しいけどこれ戦争なのよね。いたスレッガー注意。アンノウン。おおとか思ったら全然し、こっちかよ。高機動ザク2とか。いらん。ビグロ下げて、ちょっとエネルギーを使ったから、こいつも下げよう。で、少し中の方に行こう。で、捕獲できるやつをどんどん捕獲していく。機動力だな、もうちょっと欲しいよな。どうすかな、ハロでこのミサイは倒しちゃうか。で帰ろう。捕獲できるやつは捕獲しておいて、多分ホワイトベースでね捕獲できると思うんだよね。ちょっと足りないか、そもそもが。少し前に出ようで捕獲して、ガンダムとかをどうするかな、出しておくべきか。しておくか。スレッガー注意は速攻でいなくなったな。まあそういうステージだからね、ここは。よし、こんなもんかな。テンションは、お、ガンダムを狙ってきたか。痛い、バズーカ痛いよな、やっぱり。いくらガンダムとはいえレベル1だからね、多分ガンダム。やろう、これ以上やらせるかよ。俺はジオンを叩く、徹底的にな。じゃなかったね。よし、少し上に行こう。艦砲射撃の方か、あれか、命中は低いのか。でこの試験型ザクみたいなのはアプサラスで倒す。13800いけるっしょ別に。ほら余裕余裕。でここのねドムもなるべくこの試験機で倒したい。4200は大丈夫でしょう。今日ギリギリだ、危ねえ。機動力あるな。4200か。余裕だな。ダメージさえね分かればね。射撃戦突破、いいね。でこいつはもうちょっと返したいから、ガンキャノンでいけるかな。4200か、これ意外に強いからな、当たればだけど。
よし、オッケー。さて、一旦帰ろう。で、アムロの部隊が何気にやばいからな。ザクは排除しておこう。お前ら邪魔だ。帰ろう。大変だよな、出たり入ったり。で、ここの部隊はビグロだな。ビグロの、うお、レベル上げたいけどさ、ちょっと行ける場所がない。ザク狩りをしよう。ザク狩りを。2レベル1しか上がらないか。熱血、いきなり覚えるね。でも熱血はね、結構いいんだよね。確かテンションが上がりやすいとか、そんな感じのスキルだから。ほら、早い。超強気になれば、もうこんなやつ一撃よ。ちょっとギリギリだったな。で、こいつを捕獲して、あとビーグザムとか来んの待った方がいいかな。このザクも倒しておくか。いやー、アプサラス3いいわ。普通に攻撃力めっちゃ高いし、こう帰り方がいまいち分かんない。ガンダムちょっと一旦下げよう。入らないね。じゃあ、あとはちょっと体勢を整えつつ待ちだな。キャリーベースを一旦出そう。そこからビグロはしまって、で、上に行って、ビルダムってでも、うわー、移動力はやっぱ少ないよな。これで捕獲が可能と。まあこんなもんかな。お、結構来たね。で、このビグザムはできればね、ちょっとガンダムで一回戦わせておきたいんだけど、てかガンダムで倒そう。そのためにはアプサラスとハローをこっちに投入しないといけないから、このまずね、雑魚敵をビグロで倒す。9145。こいついくつだっけ。あは、あ、9400か。倒せないってこと。支援をかけてミサイル一斉射撃で様子を見よう。9247。レベルが上がった分ちょっとだけ攻撃力が上がったけど、一撃で倒せるほどの火力はないか。レベル3とか。そういや、戦艦のやつら超弱えな。今さら地上敵を覚えても無駄なんだけど。あんまりね、顔がね、好きじゃないんだよね、こいつら。申し訳ないけど。で、ちょっとビグザム相手にするから、まだこっちか。さてさてさて、これだな。今お気に入りのサイコム試験型、こいつのレベルを上げていきたい。
まあもちろんハローも上げていきたいんだけど、とりあえずこいつに攻撃を仕掛けよう。エネルギーか2万ね、2万。あれビグザムってさ、ビームコーティング持ってたっけ。原作的にはビームコーティング持ってたよね。 G ジェネ的にはどうなんだろう。ないね。じゃあとりあえずアプサラスを出そう。一回大型メガ粒子砲収束、このままちょっと攻撃仕掛けるか。こっちにも引けない理由があるんでね。バカな、コッパどもがちょこまかと鬱陶しいわ。完全にモビルアーマー戦だな。ってか強え、やっぱり6400も食らうんだ。ガンダムで4900は無理でしょう、どう考えても。まあただそれなりにいい感じでは減らしたから、ちょっと進めるだけ進んでミサイルを撃とう。3010、いいね。合戦とか強すぎる。ちょっと本当だったら経験値になってもらいたいけど、ここはスレッガー注意の敵、ビームサーベルでいくぜ。赤がモビルスーツにこのビグザムはやらせません。こいつ一体何者なんだ。うかつなやつめ、そこ、こいつうかつに前に出るから逃がすものか。やらせはせん、やらせはせんぞ。超ギリギリ2100しか当たんねえんだ。やらせはせんぞ、貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光はやらせはせん。何者なんだ。結局これって何だったの。恐怖起動ビグザ。あとはじゃあ残った下のやつだけだな。ガンダム0号機を出すか。で、ギャンだな、ここは。あれ？これの出撃のギャン。ビームベイオネットって何？私と敵士、敵に背は向けん。槍みたいなやつだな。あとはこのリックドム、まあ一旦ハイパービームライフ打って、サイコムの方の経験値にしたいからね。よーし、 OK。 ドズルザビ
釣りか。何捕獲したっけ。ガトルとかいらんわマジで。高機動ザクツ1体確保しとく。ガトルも1体確保しとくか。持ってないし。29,000円。そこから編成。あんまりレベルは上がってないけど、あとはレベル5とレベル8。これジオングだよね、シルエット的に。レベル8まで上げないといけないか。でガンキャノンは3レベル。これなんだ。でビグロ、なんだこれあ、ビグランクがいる。ビグルフって何。ビグロマイヤー一応全部あるな。ビグラングって補給装置あんのかな。あ、あるね。これね、結構いいんだよね。周囲4マス。自分ゲストを含む味方ユニットエネルギー毎ターン 5% 自動回復。ザクレロがいる。ザクレロとか。ちょっと、1体ビグラング作って、そうするとね、XXL になるから、こいつらが入れなくなるんだよね。ちょっと置いとこう。一回置いて。所狭しになるな。開発してビグラングはちょっと作っときたい誰も入れないし。で本当はビグロをね入れてっちゃ入れたいんだよね。どうしようかな。ここの舞台一気モビルアーマー入れるか。ビグロ、そうするとこいつだと。あ、ビグザムね。普通のビグザムね。まあ、今ちょうど宇宙に行ってるし。あ、ビグザム地上でも動けるじゃん。あんまり地上で動いてる姿見てないんだけどな。まあいいや、とりあえずこんなもんか。ビグロ1体入れたいから一旦ちょっとこいつら置いておいて、一旦全員置いとこう。待機の入れ替えじゃなくて待機の待機の待機と。でここにビグロを配置しよう。でザクレロとか作ってこう。指揮能力が高いやつ、こいついくつだ。指揮能力164、それなりにあるね。よし置こう。であとの2機をどうするかだよな。やっぱ2体分使ってるってことは火力を上げていかないといけないから、あとこいつも入れたいよな。でそうすると覚醒値の高いやつ、こっちね、覚醒値がね高いんだよね。こっち入れよう今まで使ってきたこいつ何だったんだただこいつは普通の能力がめっちゃ弱い。30、30、30とかだからね。守備は高いな。じゃあこいつここに置いとくか。よし、 OK。 この編成でじゃあ次の宇宙を戦い抜こう。はい、というところで、じゃあ、ちょっと宇宙船がメインになると思いますので、この先もやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。